見れば見るほどです。はい、いろんな出来事がありました。全然触れてなかったこと、ちょっと軽くは触れたなということとか、あ、これ、はい、どっさり触れたけどまだお便りがあるな、いろんなお便りが今私の机の上にございますけれども、これはちょっと軽く触れた程度のお便りだと思います。何でしたっけ。こちらの方の束を見ますと、どなたでございましょうか。えりちじみさんからもいただいております。 A69 すけさんからもいただきました。さらにはこちらの方はなっちゃんのママさんからもいただいております。田中信さんからも芥川賞直木賞、はい、ということでございますね。第148回芥川賞直木賞の選考会、16日東京築地の料亭新喜楽で開かれましてというところですね、はい。芥川賞には黒田夏子さん75歳、 AB 産後というね、で直木賞には浅井亮さん23歳、何者という作品、ね、それから阿部龍太郎さんの東博というのが選ばれましたということで、これがまた面白いですよね。対比といたしましては、はい、黒田さんの75歳というのが最年長、はい、これ最年長らしいですね、はい、この方も書いてありますけれども、森敦さんが月産で取った時は61歳、大幅更新、ね、はい、このは最高齢と言われておりましたけれども、はい、さらに上行きました。上行ったなと思うと、今度は浅井亮さんの23歳というのは、これ最年少。戦後最年少だったかな。あ、戦後ということか。はい。というような、これがまた面白いですね、ということですね。主婦山主婦子さんからも、あ、書いてあります。浅井さんは戦後最年少。はい、平成生まれ初めての受賞ということ。黒田さんはデビュー作の受賞。デビューが75歳の時にデビュー作がこうやって賞をもらえるわけです。もうちょっと前に書いたでしょうけど、ずっと若い頃から書いてはいらっしゃったみたいです。あんまりそういうところに出したりとか、はい、表に出したりすることがなかったそうですね。で、しかもこの75歳というこの年配の方ですが、はい、横書きでというところがまず新しいです。横書きで、はい、うん、皆さんどっちが気になりますか、すっとメモを取るときに、ねえはい、このメモの取り方にも年齢が出ますよという方は、はい、ことは前から言っておりますね。縦書きの人はちょっと前の人、うん、横書きの人は今の新しい人、はい、ということ。もっと前になりますと、金田一春彦さんか、時にお話、はい、その先生が言ってましたけども、僕らになりますとね、読みやすいのは縦書きのカタカナなんですカタカナ。カタカナ書きする文章が読みやすいです。僕らなんやらあれ、漫画でも外人が、私はアメリカから来ましたってカタカナで書いてある漫画表記ってそうやないですか。はい、それは聞き取りにくい、読み取りにくい、イコール読み取りにくい。読みにくいですよ。だからちょっと見ても、読み取りにくいなって、だからその読み取りにくい速度で、私はアメリカから来ました。そうか、いいな、ことですが、はい、もうちょっと前の年代になりますと、カタカナ書きの方が読みやすいっていうんですね。これやっぱり出版されるときは、今横書き小説って活字でもありますけど、はい、大抵若い子たちが書く携帯小説とか。携帯小説が本になるときは、横書きでなってますよね。はい、この方のまあ、本はだから横書きなんですね。横書きなんです。しかも75歳の方の受賞の作品、横書きで、カタカナとか固有名詞を使わない異色作、うん、そうそう。で、横書きなんだけど、うん、さっきのつぼさんが言ってたカタカナうんぬんってとこでいくと、カタカナで書いてるのと違うのかと思ったら、うん、そこは使わない。使わないということで。はい、ねえ、これ、最年長と最年少の受賞で拍手したくなりますね。と、本当になんか、どっちの年代の人にも希望を持てますや。はい。まあ、こんなもんある程度の年にならんと取れんだろうと思って今書いてる若い人たちも、うん、いや、もう年で取れるんかということですから、はい、まあ、この年ではもう遅いやろうと。違う、はい。ちゃんといける。いうことですね。コンさんからもいただいておりますが、このことにつきまして黒田さんは生きてるうちに見つけてくださりありがとうございました。長い間この賞は若い方のものだと思ってましたと謙虚に語りました。うん、当の本にもこういう風ですね、はい。で、黒田さんは隠れた作品を見つけるきっかけになるならばとコメントされましたが、むしろ若さは年齢ではないことを社会に印象付けられたのではないかと思います。お姿見ても若々しくてかっこいい感じですよね。そうね。75歳というんですけども、うん、はい、なんか目の輝きが違いますね。感
性が鋭いといろんなものにこうね、あの思考が及んだりもしますでしょうから、うん、頭もね活発に動くでしょうし、はい、目つきが変わるのは本当ですよ、うん、なんでかと言いますと、まあ、あの保険の健康の話になります。眼底検査であります、ありますね、はい、眼底出血しているかどうかとか、あれが大変重要なことで、なぜならば、あの眼底の血管というのは脳に直結してますから、そこの 血管のありさまを見ることによって脳の中はどうなってるだろう、うん、脳の血管はどんな風だろうということが、それがわかる。あ、そうだ。だから眼底血圧、眼底の血管なんかも撮影するわけです。目だけのことじゃないんだ。目だけのことじゃないです、うん、ということは目は脳に直結しているということです、うん、だから目つきがハッと若いなっていうことは脳が若いというようなところにもつながっているわけです、はい、この間、はい、眼底の数値黄色信号出たで。あんた、そういうのは眼底血、あの血、眼圧の話？眼圧は違うの？ああ、眼圧でももちろんそれはあの眼圧が上がりますと緑内障になったりします。はい。坪、はい、さん緑内障。僕緑内障。お互い目の輝きはどうやろう？もうちょっとだったらグリーンの目になって外人になっちゃう。ならないよ。ならないよ。すごいよ。緑内障そんな病気じゃありません。じゃないの？はい。どんな病気なの？何をやってんでしょうね。はい、大沢さんからもいただいております。まあ、とにかく今回その特筆すべきことがいろいろある。さっきの話、うん、年齢もそうですが。あの、で、まあ、今回の浅井さんの場合は、うん、岐阜出身で。そう、あの23歳。はい。ね、これね、岐阜県でね、3人目の人になりますね。結構。多いですね、うん、奥田秀夫さんと、うん、空中ブランコ、これなんか印象ありますよ、はい、なんとなく岐阜出身でこう賞を取っていうのは何回かあるなっていう、そういうことでしょう、ねえ、はい、岐阜は素晴らしい人がいたりします。で、今回のサヨナラドビュッシーも、はい、原作は岐阜の方なんですよ、はい、やっぱり、はい、ねえ、はい、岐阜は素晴らしいです、ね、私は半分岐阜の血が流れてますから。まあそうですけど、岐阜と尾張のハーフですから、ね、ハーフいう話じゃないですか、はい、郡上の血でね、親父とお袋のハーフです、それみんな、あ、みんな、はい、みんなそうです、はいはい、帰ってきたコンさんからもいただいておりますけれども、浅井さんは以前ね、霧島 部活やめるってよ、でも大きな話題を呼んだ方です、それを思うと最年少受賞が運命にすら思われますね、ということ、坂東熊五郎さんからもやっぱりそういうお便り、三岡治虫さんからもいただいておりますけども、23歳で直木賞とは、興味の分けやもんは手やしたもんだわ、どえれや見直しましたわなもと、まあ、言っております、それからこちら、あ、しょっきりやめるってよ、小高しょっきりやめるってよ、ねえ、おそらく浅井亮ちゃんも坪井リスナーに違いありません、それはどうかよう分かりませんけど、岐阜出身だと分からない、23やからな、はい、木村平さんからもいただいておりますけれども、岐阜県は垂井町出身というニュース、はい、出身校は僕と同じで岐阜県立大垣北高校、うん、まあ先輩の僕としてはね、浅井君におめでとうと、まあ頑張りたまえと言っておきたいと思います。会ったことないですけど、国語の成績とかどうだったんだろうね、それは知りたいですね。作文なんかこの間の冬休みなんかもうちの子なんか作文、あの上の子中2ですわ、うん、そう対してもあと数年で23歳になりますけど、うん、手におはおかしいいうレベルですから、もうなんかね、レベルが違いますからね、なるんやろうか数年後には、どうやろう、こんな文章を書けるように、あったとこはならん。まあ前から言ってますよ、はい、CBC の職員の ご子息やなんかはバカバカ、はい、悩んどるおやぎょうさんおるからね、ぎょうさんおりますよそれ、ぎょうさんおるからね、なんやこれ、はい、ね、はい、本当にね、はい、ということでございました。おかしいな、はい。